どうも皆さんこんばんは。 Welcome to my ゲームチャンネル Is Cobra がフォールアウト76解説動画、回収されたアサルトロン東部のロケーションについて紹介したいと思います。回収されたアサルトロン東部の必要レベルは25となります。それではこちらのロケーションに関して言うと、 98NLR 地域に関してはロボットのモブが出ます。セントリーやガッツィなどが出現します。こちらのセントリーからは中くらいの確率で入手可能となっております。たまに伝説級のガッツィが出現します。セントリーからフュージョンコアも取れます。皆様ご視聴ありがとうございました。